県内有数の産地、宇和島市吉田町で極わせみかんの出荷が盛んに行われています。今年のみかんはどんなですか？美味しいのできました。温州みかんの中で最も早く収穫が始まる極わせみかん。 JA 愛媛南のミラク選果場では、先週末から農家が収穫したみかんを次々と運び、傷や汚れがないか確認した後、機械で糖度や酸などを測って大きさや等級別に箱詰めしていました。今日は24トンが選果され、早速関東の市場に向けて出荷されました。 JA 愛媛南によりますと、今年の極わせみかんは台風の被害もなく、食べやすく美味しい味に仕上がったということで、表年ということもあり、去年より200トンほど多い2770トンの出荷を見込んでいます。また昨日関東の市場で行われた初競りでは、10キロ箱が去年並みの3065円で取引され、幸先良いスタートとなっています。